智学院高校出身のイベントビジネス学科広告プランナーコースの小林郁美です。11月の頃までは大学進学を考えていたんですけども、その頃に一度専門学校のオープンキャンパスに参加してみて、そこから専門進学を考え始めました。大学で学びたい分野はあったんですけども、高校3年生の当時私には夢がなくて、将来を考えた時も少し不安になったその時に、たまたま同じ学校の友達の一人がもうすでに専門学校への進学を決めていて、でそれまで私は大学進学しか考えていなかったので、専門に対する知識が全くなかったことと、あとその子の話を聞いていくうちに少し興味を持って始めたので、この NBC のオープンキャンパスに参加してみようと思いました。実際に参加してみて、NBC なら自分の好きな分野を学びながら、ビジネススキルも身につけることができて、また就職のサポートもしてもらえるっていうところがすごく自分にとっては良いなと思いました。またその何より休学科もあったので、その当時夢がなかった自分にとってはなんかいろいろな刺激をもらえるなと思って、それがすごく当時の自分は魅力的に感じて、自分の将来の幅を広げてくれるなと思って、NBC のオープンキャンパスに参加してみてください。でもしかしたらなんか意外なところで何か気になっていた答えが見つかったりするかもしれないので、